私のチャンネルへようこそ JBN1View。どとこ花が百花繚乱。誰よりも鮮やかで人の心を引きつけるその花の名は氷川きよし、演歌の王。なんでこんな時間に更新？もうから、きよしさんのせいです。だって、素敵すぎるんですもの。昨夜、そう、日付が変わって、もう昨夜のことになってしまいましたかん。放送された、新 BS 日本の歌、ご覧になりましたか？収録は14日福山芸術文化ホールリーデンローズ。堺の U さんや T さんがお誘いくださったのに仕事で参加できなかったのですが、オープニングからその素晴らしさ、楽しさに、今更ながら、はから参加させていただきたかったなぁと残念な思いが湧いて、ピリオド。でもそこは気持ちをすぐに切り替えて、会場にいる思いで聞き入りに行っておりました。私は仕事で帰宅が10時を過ぎていたので、帰宅してすぐに録画を見たのです。テーマは、男前歌手10人が勢揃い。いい男が歌ういい男の名曲。出演された男前歌手は50音順に、エドアルドさん、角川博士さん、真田直樹さん、千正夫さん、竹島博士さん、中澤拓也さん、パクジュニョンさん、氷川きよしさん、松尾たけし文さん、松坂優希さん。司会は、我らが小松博史アナウンサーで、なんと清さんが司会のお手伝いをしてくださっていましたね。以前、オール女性での会があり、好評だったので、男性版と相なったようですが、まさに、男花が百花繚乱。竹島さん、パクさん、中澤さんが少年隊の仮面舞踏会に挑戦されるなど、斬新な試みもワクワクしながら見ておりました。そして、当たり前ながら誰かに見出されてデビューされた皆さんですから、歌唱力も抜群ですし、それぞれに、ああいいなぁ、素敵だなぁと思わされるたくさんの魅力がありますね。でも、以前、演歌男子の皆さんのフェスティバルコンサートを見させていただいた時にも感じたのですが、改めて、それぞれにいいなぁ、素敵だなぁと思うその魅力のすべてが、そしてそれ以上の様々な魅力が氷川きよしに備わっていることを実感しておりました。オープニングはきよしさんで、オリジナル曲の玄海船歌でしたね。先日の壱岐市での NHK のど自慢でも玄海船歌を歌唱してくださった方がおられましたが、リリースから時を経てなお愛されているのだなぁと感じています。そして、リリース時から少し年齢を重ねた今現在の清さんの、玄海船歌の歌唱は、一層の味わいを増していて、渋みが絶妙に加わったその歌声に聞き惚れるばかり。ここで録画ですから、先に進みたい思いに、もう一度聞きたい思いが勝り、リピートしてしまいました。そう、オープニングから、きよしさんの魅力に、ノックアウトされていた私だったのです。他の出演者の皆さんが、様々な楽曲を歌ってくださっていましたが、きよしさんの、新宿港町、には痺れましたから、わかります？そう、そこで、またリピートせずに入らなかったのです。中澤さんの、花と蝶、や、松坂さんの、釧路の夜、が、素敵だったので、となると、やっぱり清さんの歌唱でも聴かせていただきたいなぁという期待が湧いて、そういえば、いつか清さんに歌っていただきたいと思っている事務所の先輩にあたる白みちるさんのイルカに乗った少年は、今回、竹島さんが爽やかに歌ってくださいましたね。リビングで見ていたら、母が起きてきて、一緒に乱したのですが、私が、この曲も、あの曲も、清さんにも歌ってほしいと、何度とつぶやくのを聞いて、清くんも、大変ねからと、しょでも、やっぱり素敵な曲や、共演者の皆さんの訴訟を聞かせていただくと、清さんだったらどんな風に歌ってくださるのかしらと想像が膨らんで、ピリオド。ワクワクドキドキ。期待してしまうのです。正直、どんな歌も、清さんの歌声で聴かせていただきたい私なのです。番組の中で、時代を彩るヒット曲として、ザ・タイガースの、僕のマリーが選曲されましたが、メインボーカル、オリジナルでは沢田研二さん、は清さんでしたね。
エドワルドさん、松坂さん、松尾さん、真田さんがコーラスで盛り上げてくださって、もう最高。清さんが赤いスパンコールのミリタリー調の衣装をこのコーナーでお召しになって登場されたわけがわかりました。清さんの沢田さんをリスペクトされたのを抑えた歌い出しに鳥肌が立ってしまったのです。き、夢の中にいるみたい。ピリオド。そして、御三家と新御三家の名曲を披露するコーナーでは、それぞれの代表曲を出演者の皆さんがカバーされましたが、中でも野口五郎さんの針葉樹を松尾さん、西城秀樹さんの傷だらけのローラを真田さんが歌われて心に残ったのです。どちらも素敵な歌唱で楽曲の素晴らしさを再認識させていただいて、ピリオド。そして、そうなると、やっぱり清さんの歌唱でも、いずれ聴かせていただきたいなぁという思いが湧いていました。そして番組の鳥も、清さんでしたね。大きな月輪を背負うようにして、白地に黒袴をお召しになって登場された清さん。歌ってくださったのは、王将。でした。心揺さぶられ奮い起こされる大いなるパワーが、ビシビシと伝わってきて、ピリオド。顔を上げよう。笑おう。上を向こう。歩こう。という思いが心の奥底から湧いてきたのでした。センさん、角川さんのような先輩が歌謡界の一時代を築かれましたが、その後、新人男性演歌歌手が育たない冬の時代があり、そこに彗星のごとく、そして、清さんは、そんな言われ方は好まれないかもしれませんが、救世主のごとく氷川清が歌謡界にデビュー。19年を経て、こんなにたくさんの後輩が活躍する、突破口を開き、道を作ってこられたことを感じて、感無量になりました。さて、小松アナウンサーが番組の見どころに清さんのことをこんな風に書いてくださっていますね。今回は広島県福山市から司会進行をご一緒いただいたのは氷川きよしさん。小松さん。僕安心しきってますからね。お任せしますから。と、まずはものすごいプレッシャーの言葉。今回私は氷川さんの舞台に向けた準備を見て圧倒されました。まず出演する歌手の皆さん一人一人に声をかけて本番直前まで台本の行間に言えるコメントはないか自ら取材をしていました。リハーサルでは楽屋で話していたことを早速質問に盛り込んだり、ブログをチェックしていて最新情報を聞いてみたり、氷川さんの引き出しの多さに驚愕です。さらにアクセントや日本語の正しい使い方をチェックして私に質問するなど恐れ入りました。なんといっても最後に、今日お客さんは楽しんでくれましたよ、ね。とお客さんを一番に気遣う優しさ。6年ぶりに戻った新 BS 日本の歌、11本目で、初心に立ち返らせていただきました。集中豪雨の被害がこれ以上広がらないことを祈るばかりです。そして、被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。今も大変な思いをされておられる皆様。1日も早く安全で日々の生活が取り戻せることを念じております。清さんは今日は上田市交流文化芸術センターでコンサートを開催されますね。参加される皆様、素敵な時間をお過ごしくださいませ。丸記事にリアクションしてみませんか？